ですけれども、フランス語で、まあ、フォリーっていうと狂気なことなんですね、そういう意味も重ねられていると聞きます。ドミノっていうのは仮面舞踏会でつけるマスクのことですね。一つの変奏曲ごとにとても意味ありげなタイトルがついています。クープランという人はかなり、まあちょっと内気でちょっと意地悪い人だったようで、まあ、自分たちを取り巻く宮廷夫人たちを音楽で辛辣に描写したと思われる作品がたくさんあります。そ知らぬ顔であざけり笑う女と幻を見る女、トゲトゲしい女と、まあ、そういう、タイトルがついていまして、多分当時は誰のことかすぐに見当ついたと思うんですけれども、まあ、今となっては知る由もありません。ドミノの各変奏曲も女性の転落の人生かなと思うような意味深なタイトルがついています。最初は純潔、透明なドミノ、恥じらいバラ色のドミノ、情熱、肉色のドミノ、希望、緑色のドミノ、次々に色合いを変えまして、途中から倦怠、紫色のドミノ、コケットリー、色とりどりのドミノとだんだん怪しくなってきます。括弧黄色のドミノというのはフランス語で書くとクークーなんですね。それで、ネトラレオと、まあ、後半のボワリー夫人で出てきますけども、まあ、呼吸なので、そのクークーっていうとどうもその意味を兼ねているらしいんですね。宮廷人の間の隠語だったらしいです。そして最後は狂乱または絶望、黒色の